日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらサーティンワンアイスクリームのアイスクリームケーキバレット6を食べたいと思います。まあ、以前スプラトゥーン3のコラボケーキを食べた時にいつかノーマルのポッピングも食べてみたいなと、ポッピングというかあのアイスを上に乗せたアイスクリームケーキも食べたいなと思ったんですけど、よく考えてみたらもうレギュラー商品全部食べていって、あの上に乗せるアイスが限られてしまうんですね。なのでそれだったらこっちの方がちょっと大きいし値段も低め抑えめなのでいいかなと思ってパレット6買ってみました。では包み紙を取って、アイスでもやっぱりついちゃいますね。そこのところは仕方ない。ではまずこちらのチョコレートから名前入れてもらいました。まあ早い気もしますがね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。私をしっかり味わっていろんな冷たさと甘さ堪能してね。ええ、しっかりと堪能させてもらいますよと思ったら意外と苦い部分もあったりして大人な一面もあるんですね。さらに何が来る。あ、おー、パチパチも来るな。久しぶりで美味しい。あとは甘酸っぱさも、やっぱこういうのはいいな。また生かしたアイスケーキ食べたいですね。その時はよろしくお願いしますと。話はまだ終わらないな。次は何を食べる。パリパリカリカリとしたチョコレートも美味しいし、キャラメルもほろ苦い。さらにはほんといろいろ楽しめる。ごちそうさまでした。苦みのあるコーヒーやチョコレート、甘酸っぱいストロベリーやラズベリーかな、ブルーベリーかな、どっちかわからない。さらにはパチパチと弾けるサーティーワン特有のあのポッピングシャワーまで入っていて、さまざまな味を一度に楽しめて本当に美味しかったです。一つでこんなに満足できるなら本当に嬉しいですね。しかもアイスクリームなので崩れにくいのも嬉しいところです。まあ自分が、まあ、車の免許を持ってないっていうのもあるのですが、どうしても持ってくるときにケーキが崩れるっていう事案が今まで本当何回もやってるので、そういった心配をなく持ってこられるというのは本当に嬉しいですね。もちろん限度はありますけど、でも美味しかったので、あなたがケーキやアイスクリームが大好きならぜひ食べてほしいです。という今回食べたバレット6はどの味も本当に美味しかったので、全ての味を5点とさせていただきますね。ひいきしてるわけじゃないですよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。